せーの、皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで今日は新商品来ました。はい、紹介しますね。はい、マックから今てりたまが出始めました。普通のてりたまとチーズてりたまと、あとのり塩じゃがバターベーコンてりたまですね。初めまして。はい、あとこれフィズがいちごミルクだったかな、あ、へえ、っていうのが出てるのと、シャカシャカポテトがありまして、でニンニク黒胡椒マヨと梅のり塩、2個あるの珍しくない？普通に。でスタバからこれが桜餅抹茶みたいな、おいしそうやつと桜餅と抹茶、はいはいはい、味とか桜のシフォンケーキとか、はい、これね、まあ、適当にあとは買っています。はい、ということで食べようと思います。はい、せーの、いただきます。どれがいいか、せーのにやろう。あ、この3つで、うん、この3つでやってさ、かぶらないことありそう？ちなみにえ、どういうこと？一回やってみる。うん、せーの。そうやね、そうだよね、かぶらないことない。でもじゃんけんぽい、もう一回普通食べてみたいかも。あ、どうぞ、うん、久しぶりに行ってみよう。お腹すいた。わかる、ね、え、すごい匂いがのり塩、やばい、美味しそう。うん、うまい、うまい、今めっちゃ好きこれ、やばい、うん、結構好き。そんなに、うん、でも絶対うまいよね。うん、じゃあもう食欲しないで。そうです、毎度ですが、うん、美味しいことは伝わると。え、うん、マジ美味しいのね。めっちゃ美味しい、美味しそうに食べている。それだけでもう分かると思います。はい、春やん、今春だよ。玉ぬど見ました。早い早い早いよ。え、もう全部？あ、全部は見てないんだけど、あ、春もまだ追いついてないのに気持ち。3話ぐらいまで見た。ちゃんと始まってんじゃん。じゃあ今なんかやってるみたいな、 FOD とかでさ見れるみたいな。まだ見れるのかよく分かんないんだけど、じゃあ DVD を持っているから、うん、なんか別に FOD 今やってるのに DVD で見てるし、ほんとよく分かんないんだけど、うちも何やってるのか、うん、分かんないね。 FOD でやってるから今見るしかないとかなら分かるけど、うん、持ってるのに、ね、持ってんのに今しかも DVD で見る。まあでも買ったからにはね、買ったからにはもうね、うん、見たいよね。見てんだけど、何回目のサマーヌードなの？やばいと思う。だって、うん、去年も夏前に見たのって、一人で。ね、すごいよ。で、その前も見たの。多分3年連続ぐらい見てんのね、夏前に。それで見た時もあるね。あるね。飽きないの？飽きない。ん？もちろん流れはもう忘れないのよ。なんだけど、一個ずつのちっちゃいセリフとかは忘れてんのよ。まあ、確かに。この時にこの子がこの子を見たとか、そういうちっちゃなこととかは意外と覚えてなくて。で、何回見てもいいから。有名なセリフとかさ、めっちゃキュンキュンするシーンとかさ、うん、絶対覚えてるわけじゃん。うん、それも、この後にこのセリフ言うって分かってるわけじゃん。うん、それでも、うわーってなるの？なる。くる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 、きっと、もう待ってみたいな。あ、でもそれはわかるわ。わかるでしょ。おっさんずラブで、おっさんずラブだ。あるのよ、私も何回も見てんだけどさ。あれ何回も見てたんだ。そうで、最終話でもともと女の人好きな男の人にゲイがそうだね、アタックするんだけど、まあ、最終的に結ばれるんだけど、うん、今まではゲイの方がずっとキスしてたりとかやってたんだけど、うん、もう最後の最後、うん、最終話の最後の最後はもう逆になるわけですよ。もうこっちがもっと好きになっちゃってんだ。はい、それがたまらなくて、そこの最後のチューするところが、うん、もうそこは確かに何回見てもこの間家で一人で見て叫んだ。普通に叫んだ。いや、なんかそうだね、そういうことだよね。サントラ、トライアングルラブだっけなっていう名前のサントラがあるの、うん、サマーヌードだっけ、どやつだっけ。めっちゃ切ないやつ。はいはいはい、めっちゃ切ないし、めっちゃ流れるやつ。聞かされたもん。それとかをまずドラマを見ずにそれだけを聞いて泣きそうになったりとかしてるぐらいなのね。そんなん何回見ても楽しいに決まってるやん、うち。確かにね。1話に出てくる一番最初のナレーション出た。だってもうそれさ、覚えさせられたもん。いや、覚えさせられたわけじゃない、みんなが覚え始めたんでしょ。言いたくなっただけでしょ、あれ。忘れちゃったけど、なんだっけ、そのうちももう見たばっかなのに忘れちゃったんだけど、うん、まだ僕たちは知らなかった、この夏が僕たちをちょっと素直にさせてくれるみたいな、なんかそんな感じの、これからヤバい夏が始まるよっていうナレーションするんだけど、うん、ヤマピーの声で、それめっちゃヤバいの。私それすっごい好きっていうのは覚えてるけど、何回聞いてもセリフ覚えられないんだよ、うち。だから毎回、そう、それが言いたかったの、うちはみたいな。言いたかったこと言ってくれてる。すっごいスッキリするで、でも聞いたもう10秒後にもう忘れてんの。なんなんだよね、あれ覚えられないの。めっちゃいいセリフなのに。え、そう、覚えられないの。あれ覚えられないんだけど、すっごい最初のナレーションが大好きってことだけ覚えてて、うん、統治法とか使ってんだよね。うん、統治法なのよ。統治法がいいんだよ。そう、2話とかには、うん、結構ナレーションが入ってくるんだけど、何回か僕らの囚われた心を裸にするのは、うん、北風でもなく太陽でもなく突然降る雨だ。でれれれれって始まるわけ。すごい。で、その回は結構雨がポイントになってくるか、お話なのね。やめれると思って。ダメ。ダメだね。何回見てもダメ。で、うん、あの話したかったのここじゃない。ここじゃない。ここ
て、まだ始まってなかった。まだ始まってないです、うん、そこまでは多分今までもう何回も言ってる。ナレーションがいいとかさ、サントラがどうとかもうみんな聞き飽きた。みんな聞き飽きたけど、言ってないことがあるんだ。言ってないことがある、うん、それこそ何回見ても気づくポイントってあるわけよ。例えば今の年になってみたらここがよく感じるとかあるんだけど、うん、この間見てて思ったのが、先にタイトル言っていい？はい。もちろんって言葉やばくない？もちろん、うん、もちろんって言葉やばくないっていうテーマなんですけど、主人公のヤマピーみくりあさひはカメラマンなのね。で狩りながらいるんだけど、夏希、うん、カメラを撮ってみなよって、うん、夏希にで、おーとか言って撮ってみて、うん、こんな感じみたいな。あー、じゃあプロの見せてよって、はいはい、って撮って、うん、こんな感じって、え、すごい、こんなに海を撮ってんだけど、うん、海一つでこんなに写真って変わるんだみたいな。夏希が言って、じゃもう一回撮っていいっつって、もちろん、このもちろんです。で、細かっ。うち、気づかなかったわけ。今までだね。今まで、うん、何年も夏見てきたけど気づかなくて、うん、今見て、もちろん、またもちろんでいいなって、うちもちろんって好きだなって、うん、そこで気づいたのもそうだけど、うん、今までも実際にもちろんっていう言葉に今まで検討してきたなってことに、へえ、これやってもいいとか、これ借りてもいいとかの時に、うん、いいよじゃなくて、もちろんの、もちろん大好きなの、うち、うん、あれってめっちゃ良くない？てか優しいよね、もちろんって言葉ってさ。え、そう、いいよってさ、許可っていう感じだけど、うん、もちろんってもう当たり前っていう、その優しさ含まれてるというか。そうで、私の大好きなサマーヌードの朝日もそれを使ってて、だよね、朝日もそうなのよ。そういうやつだよね、朝日はそういうやつなの。そういうやつだね。だからさ、細かいセリフの設定がすごいよ、台本書いてる人のさ。え、でもね、そこね、アドリブな可能性もあんのよ。もちろんってやばいなって思って。で、そこのシーンでもう一個ありました。はい。これは大人になったからわかる、うん、あ、そうだよね、夏希わかるよってやつなんだけど、うん、同じカメラの写真を撮るシーンで、うん、初めて朝日が仕事をしてる姿を見るわけよ。すっごい真剣な顔でこうやってファインダーをだけ、うん、覗くわけ。はいはいはい。で、その顔を見て、え？っていう感じなの、夏希が。いつもと違う朝日を見た顔してるし、はいはい、何かに気づいてしまった顔もしてるわけ。やば、え、だよねって思ったのが、昔はそんなことなかったけど、大人になってから仕事してる姿めっちゃかっこいいって思わん、人の。うん、昔はうちそういうのなかった、うん、自分がされてキュンとかそういうことだった、うん、優しくされて嬉しいとか、はい、じゃない、もう私はもう全く関係ない、仕事をしている真剣な眼差し、え、待って、うん、みたいになるのってあるよね。ある。あるやん。ある。あれって中学の時なかったくない？なかった。そもそも仕事してないしね、みんなね。周りがね。でもなんかその感覚ってないじゃん、部活頑張ってるところ見て好きとかってあんまなかったね。あー、確かにね。普通に腹チラかっこいいとか言ってた。うわっ、言ってた。ごめんなさい。だからごめんなさい。でもそうだったよね。あ、でもちょっと弁明させてほしいな、うちはそんな言ってなかったです。ねえねえ、やめて。ちょ、うちはほんいいじゃん、一緒に言ってたでいいじゃん。いや、うちはほんとそんな言ってなくて、もう怖くない。ねえ。てかでも思う、私最近ついていけないの、TikTok に。どうしようか。てかなんかもう普通にそろそろ撮んなきゃな。うちらのマインド、それ良くないよね、まず、うん、まず良くない。そろそろ開けないとまずいでやってるもんね。そう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 、毎回この、いや、めっちゃわかる。やばいやばいって撮るじゃん、開けてなくないみたいな。そうそうそう。やっぱそこ見てみるんだけど、曲とか飛ぶじゃん、誰がどんな感じで踊ってんだろうって見た時に、うん、もうさ、自分より年上いない。いやもうね、それはね、うん、もう気づくの遅いかも、それ。それは気づくの遅いかも。なんか遅いかも。じゃあうち1人とかいますからね、今もう1人ラインも出てきてるぐらいなんだから、それはうちらより年上いないのよ、あんまり。だから別にインフルエンサーですし、うん、好きにやったらいいんですけど、うん、そうですよ。でもなんかこう重い、しかもたまに乗せるぜだからね。そうそうそう、余計にそう。だから多分さ、TikTok って TikToker 枠と YouTuber、うん、あるね、あるじゃん。またあと一般枠っていうの、うんうん、JK とか、うん、YouTuber 枠で見たらいるのよ、主演なんて全然、うん、けど YouTuber 枠って本当にコンスタントに上げてる人が多いっていう。そうなんだよね。その枠の中でうちは全然上げてない組からすると、うん、上げるの怖いんだよね。怖い。だってさ、今までこんな撮ってなかったのに、なんでこの動画を他にムクちゃんを撮ったんだろう。そこまで考えるんだ。なんかさ、その感じで投げるけど、上げた後になんで数ある今まで入ってきた音源の中でこの時に出てきたんだろうみたいな。そう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 。なんか自分に合ったの。言うなよ、そんなこと、そんなこと言わない方がいい。それインフルエンサー視点だから。オッケーオッケー。見てる側視点は自分に合ってる音源とかそういうのをパッサラで見てくれてるから、うん、言うことによってみんなの頭の中に出てきちゃう。でも静かにしよう。言わない方がいい。それ何も考えずやってんじゃん。何も考えずにやってんだけど、何も考えずやってんだよ。あ、これ、まあ、いいじゃんみたいな。いいじゃんってやってんだよ。そう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 。久しぶりすぎて。でも分かる。なんかちょっと恥ずい。考えちゃうんだよね。考えちゃうの。踊ってるなみたいな。そうそうそう、踊ってるなって。
しかもうちらって、TikToker枠みたいな顔して出ていかない？わかる！てか、もともとミクチャ勢だから、YouTube で有名になってから始めたとかじゃないから、あんまり無名な状態から TikTok やってたから、なんか普通にバズらせなきゃっていう視点で、アギスさんが TikTok を。わかるわかる。普通に振りをうまく踊ってとか、表情をちゃんとやってって。ライティング、衣装とか。そう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 。普通に YouTuber の人の TikTok って、もう自分が別に有名だから、適当に踊っても、変なカメラの位置でも、バズったりとか、そういう感じで使ってる。あれめっちゃ憧れる。わかる。うち、テイク162回とかやってんのね。わかるわかる。とか大変なんだよ。テイク162回とかやってるくせに、なんか、たまたま今、なんか適当に撮っただけだよみたいなのを演出するための髪の毛みたいなのとかも、正直やってるわけね。マジ内緒の話はね。ほんとここだけ、ここだけの話したいけど、うちらってその枠にいないから、そうそうそう、めっちゃ憧れるの。楽屋とかでポンポンって2回ぐらい、ほんとにね、 NG はほんとに踊れなかった、踊り失敗したから NG だけのやつで、テイク3ぐらいですみたいなやつがちゃんとバズってる YouTuber の方たち、ほんとすごい。あれめちゃくちゃ憧れるわけ。あれうちももう恥ずくて仕方ないのよ。本当はめちゃくちゃ TikToker みたいな表情とかをやっていて、でも YouTube を見てる人からしたらさ、やだじゃん。いやだからさ、そこのギャップがあるじゃん。うちらでもそこ狙っていこうって話もあったじゃん。そういう話もあったりなんか。それは言わないでほしい。全然言わないでほしいんだけど。絶対言わないでほしいんだけど。逆にってみんながそうやって YouTuber は結構普通に適当に撮るっていうのがいいんだけど、まあ、そこは私たちはあえてちゃんと撮るっていうのが良さかなっていう。うちらめっちゃ誰だし。そうそう、めっちゃ誰だし。めっちゃ出身っていうのを誇ろうみたいな。そうそうそう、消したくないっていうのもあって。そのおかげでもさ。難しくなってきちゃった。難しくなってきちゃったね、ちょっとネガティブな話になっちゃうかなと思うんですけど、まあ、結果ポジティブだからいいんですけど、あ、でもこれ言わない方がかっこいいんだけど、言っていい？うわー、言っちゃえ。もう黙っとくの無理やねん。そんな内緒で、ね、黙っとくとかできないけど、内緒でね、ここ今日内緒の話な気がしてるから、言っちゃうんだけど、アンチの方から、本当に努力も何もしないで言い訳しかしてないよな、周りの YouTuber はどんどん可愛くなっていくのに、絵は本当に変わらないみたいなこと言われたわけですよ最近。はい、で、うるさと思って。え、普通にこれぐらいの声で、嘘って出ちゃったね。出ちゃって、でも出ちゃった後に、あ、なんかうちってもしかして甘えてたのかなっていう自分もちょっと見つめ直すよね。 うちは本当に両面的に見れるから、そっちに反抗する自分もいます。いや、なんで綺麗になることが全てだっていう前提なのも言える、けど、めっちゃそう。うちって痩せすぎは良くないとかいう風潮に逆に乗っかって、逆にありのままを愛そうみたいなのを言い訳に使ってるタイプ。うちはわかる。それを本当に思ってる部分もある、もちろん、ありのままが一番いいんだよ別に、その無理して痩せる必要はないよ、けど痩せたいと思ってるならうち、そういうことなんだよ、痩せたいと思っているなら心の底からありのままでいいとは思えてないわけじゃん。なら、その言葉は本当にぐさっとも刺さるわけ、あ、うちってみんなの味方みたいなふりして現状に甘えてる感じはあるのかも。なんかみんなはそのままでいてほしいみたいな風に思ってるだろうなっていう甘えだとかをちょっとまあぐさっときて、はい、大丈夫です、隣の同じ人がもう一名、それが報えなっていうね。まあ、だからうちらってラッキーでどっちに転んでもいいんだけど、うちはちょっとそれを見て、ああもうやめようかなって、やめようかなってね、本気でありのままでって思えないんだったら言うのやめようって思う、ありのままでとか。そうだね。でもね、本当にね、ストレスフリーな部分はあったの最近すごく。むずいんだよねこれがね。だって痩せたいとか言うと周りがすごいそういう感じで接してくるの。痩せたいんでしょ、わかるわかるよみたいなテンションで関わってくるから、絶対違わなかったの。食べたかったら食べますみたいな。でもさ、そしたらさ、甘えてるって言われるのよ。もう、じゃあ、どっちに転んでもストレスあるんだったらもう痩せるわ。確かにね。って思ってさ。それはそうだな。痩せたいですって言うからストレスが発生するのかと思ったらさ、言わずにさ、好きに生きてますって言ったらそれもストレス与えられてさ、じゃあ、何してんだろうと思って。だから、唯一解決する方法は、痩せてって言われることももうなくね。今の自分めっちゃ好きなのよ、別に。これは普通に本当に。こんだけ太ってる割には、まあ、まだ可愛さを保ててるな、みたいな。ギリね、ギリ。なんか、その自負はある。うん、ごめんね、でかい口だね。あると思うんだけど、痩せたら、もっと好きですって言えると思う、自分が。そうだね。今も別に、可愛いし、好きだけど、もっとね。先はあると思う、まだ。誰にも引っかからずに、好きですって言えるよね。うん、今ちょっと引っかかる気持ちが。で、これを言わずに、うちは静かに綺麗になりたかったの。だからそうなんで、めっちゃそのアンチとかにも、って言わせたかったね。うん、けどここで言うことによってうちはダイエットしてるんだみたいな目でもうみんなに見られるっていうことも始まったし、始まったね。スタートしちゃったよ。すっごい嫌だ。うちすごい嫌なんだよな。だからお願いだね。言っちゃったけど、あ、聞いてないふり。聞いてないふりはマジ大事。
内緒の話だもんね今日。そう、内緒内緒。もしこれでさ痩せれたらさ、そのコメントに感謝だね。あ、マジ感謝だね、うん、でもそれぐらいその日常にそのコメントが、今これはお前は努力をしていることかしてないことかっていう問いかけになってるわけ、ね、結構でかいんだと思うそのコメント。そうだね、そうだね。でもだからもう1個で十分だから。あ、マジそれ言って。うん、1個で十分だから、うん、じゃあちょっと感謝されたいから、ね、言って言って。もう怖い、言っといて、本当に言っといて、向くからお願い。文字感謝されたいからって、もっと言ってくのは違う。うん、おしまい。もう1個で十分。それ全部に言えることね、これ、うん、全てにおいて1個で十分。わかる、1個で全然響く、うん、向くにもね、1個で十分。1個でお願い。褒めるのはいっぱい。褒めるのは何個でも言って。あマジで褒めるのはもう何個でも言ってほしいから。なすごい、すごいね、綺麗な星が、星がね、星が何個でも描いていいから。描いていいから。なんか私今日さ朝さ早く起きちゃって、うん、朝早く起きるといい気持ちやん、うん、でなんかこう自分見つめ直そうと思って、うん、ノートに自分の悪いところを書き出すのバーって。なんかすごい朝過ごしてるんじゃない。すごい朝過ごしてる。そんな朝過ごしてるの。そうそうそう、はいはいはい、いっぱい出てくる、うん、で次のページめくって自分のいいところ、うん、2つしか出てこなかった。そんなことある。それがなんか悲しいな、うん、悲しいっていうか、そんな朝でしたってツイートをして、ツイートできたんだ。そうそうそう。でその次にみんなのいいところと悪いところって何って聞いて、うん、そしたらみんなここが悪くてみたいな、うん、でもいいところは分からないってコメントがほとんどだったの。やっぱ日本人だね、なんかその感じ。だからみんなもそうなんだと思って、だから友達に言ってもらうようにしてるみたいな子もいて。へー、だから褒めよう、大事。言ってもらわないと分かんないよね、自分のいいところって。わかる、うん、それな。だってさ高校とかでさ、うん、面接みたいなやるときにさ、長所と短所って絶対聞かれるじゃん。願書とかにも書いたりしたじゃん、長所とか短所とか、うん、だからさみんな絶対考えたりとか数字があったと思うんだけどさ、やっぱ長所ってみんな出てこないわけで、その時に短所を言い換えるっていう風に教えてもらったの。どういうこと？例えばだから、うん、自分の短所が緊張しいだとするじゃん、うんうん、でもそれって逆に言ったらそれだけ本気で取り組めるってことなんだよ。あ、物事に本気で取り組めますっていう風に長所に書いていいよって言われたの。そしたら素敵。でもさ、そういう考え方じゃないと自分の長所出てこないってやばくない？確かに。そういうことでもあるなって思ったの、うち、うんうん、あ、短所の逆が長所なんだみたいな。でもそしたらめっちゃ長所出てくるの。それって逆に短所めっちゃ出せるってことじゃん。確かにね。だからなんかすんなり長所も言いたいよね。すんなり長所も言いたいよね、うん、だってすんなり短所のとこもあるじゃん。いや、めっちゃわかんない、それは。例えばじゃあ遅刻っていう短所だったら、うん、じゃあそれも長所って何？その長所はないわけじゃん、うん、すんなり長所もあっていいはずなんだよね。まっすぐな長所ね。そうそうそう。逆に向くはその2つは何出したの？長所。人の悪口を言わないと、うん、人を妬んだりとかしない。ああ、いいね。っていう2つまでかけた。え、その2つだけだったんだ。でもだけだった。聞き上手とかないの？自分では思わん。へえ。コメントで確かに言ってもらえるんだけど、うん、それは嬉しいし、うん、あ、そうなんだと思うけど、なんか自分で、あ、自分って今聞き上手だなとか思わないわけよ。ああ、エナピーの話を聞いてて、私なんか聞き上手だなっていう感じではないというか。そうなんだ。うん、私とか動画見返してる思ったりする。この話題めっちゃいいね、自分。ああね、この話題めっちゃ盛り上がったなとか。はいはいはい。こうやって褒めれるのか。見返しても思ったりしないの？思わないんだよね。だからみんなが聞き上手って言ってくれるのがあんまり、うん、納得いってない。納得いってないっていうか、そう、分かってない。分かってないんだ。うん、え、普通じゃない？え、普通ではないと思うよ。本当に？うん、え、うちで見てごらんよ。うちで見てごらんよ。見てごらんよ。いや、こんな正反対の人間がいるんだから、うちで見てごらんよ。ムクみたいに全然聞けないよ、うちの人の話。え、聞けるよ。聞けないよ。本当に？うん、じゃあみんなのいっぱい書いてもらえるよ。書いて、お願い。え、そういうのをさ、みんなにさ、ファンの子に言われたらさ、納得する？それともでもさ、ファンの子が言ってくれるのってさ、うん、わかるよ。そんな、言い過ぎだよって思っちゃうね。そう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 。嬉しいんだよ、とっても嬉しいし、うん、励みだから、めっちゃ見るんだけど、うちをいいって見すぎてないとかさ、うん、思うね。思っちゃう。わかった、うん、うち、すごいすぐ受け入れられるやつが、みんなが言ってないいいところって超すぐ受け入れられるの。ああ、言われたことないとこ？そう、うん、むくちゃんって聞き上手ってよく言われてるけど、うん、でも自分の話するとき話の順序とかすごい上手いよねとか言われたら、あ、これ本当に思ってることだけどとか言われたら、うん、とか思わん？そうかも。確かに確かに。だから多分ファンの子に言われることってもう、うん、いや、そんな言い過ぎだよっていうのもあるし、みんながすごい言ってくれすぎて、うん、本当にそんなにうちって聞き上手かって逆に考えちゃうね。それもあるかも。みんながそんなに言うほどじゃないな、うち普通だなって思っちゃうわ。そうかも。そんなわけ。そんなみんなが言うほどなの？100件も
もう言われるほど確かにそれある、うん、思うよね、うん、だから分かる。うちも逆に DM とかで来る、うん、みんなこう言うけど、うん、私は本当はこういうなの知ってるしとかの方が、うん、わーってなるの。それあるかもね。でもまあいっぱい言ってほしいです。まあ今いっぱい言っていてください。上手とかもいくらでも言ってください。いっぱいあると思うよ。そんなボケをちゃんとかませるとか、それ羨ましいなって思うね。向こうボケかましたことある？うち向くってあまりふざけないタイプじゃん、うんうん、なんかうちの方がいつも変なことやってて、うん、向くは笑ってたりちょっとつもんなりって感じじゃん。でも一番面白いことやっちゃう向くみたいな。ここで転ぶみたいなとこで転んだりすんのね。それはちょっと持っていきすぎ。ここで転ぶのはみたいな。確かにね。のとか持ってんだよね。エナピーはここに対してこう返してほしいところでちゃんとそれ出せるのよ。うん、こう返したら面白いんじゃないかっていうから、ね、そう考えてできるのよ。私はそのまぐれの感じいやそれすごいからね。そっちの方がじゃあネガティブっていうのも逆に優しさっていうふうに言われて、うん、なるほどって、うん、みんなやっぱすごいわって思う。そういう言い換えいっぱい作りたいね。いっぱいあるんだろうね、うん、本当に物は言いようだね。物は言いよう。物は言いよう。だからうちやっぱないものねだりだなとも思うこともあって、うちってすごいリアクション大きかったり表情豊かったり、この職業的にもめっちゃいいことだし全然嫌じゃないんだけど、あんまりテンションの浮き沈みがない人の笑った時ってめっちゃ嬉しくない？あーそれは嬉しいね。もうめっちゃすぐ心つかまれるのよ。あれいいなって思うもんね。あーそれはわかるわ。あるじゃんそういうの。それ今日うち夢にさ TWICE のモモが出てきて思ったんだよ。あー確かにそういうタイプか。TWICE のモモに教えてもらうみたいな。すごい夢。なんかそういう夢だったんだよ。なんかその候補生みたいになっ てうちが、うんうん、でペアみたいな感じで教えてくれるのよ TWICE が。いい夢。でうちモモに教えてもらったんだけど、モモは表情とかもあんまり変わんなくって、教えてくれる時もあ違う違うとか、もう結構ローテーション、あ分かりましたとか言ってて、うんうん、で先生に見せに行くのね。ペアごとに見せに行って、それがめっちゃうまくできたの。じゃあモモが笑ってくれたの。嬉しい。めっちゃ嬉しくて、めっちゃ嬉しい。ちょっと好きになったもん。結構そういう女の子大好きなの。うん、表情に浮き沈みないとか、わかる。そういう先輩とか大好きだったんで。そうだよね。そういう先輩が優しくしてくれたっていう女の子の場合ね。で夢でさ出てきて好きになるって本当にあるよね。これが TWICE だからあれだけど、現実にいる例えば部活の先輩とかだったらガチ好きになってたかも。確かにダンス部の先輩にいたらヤバいかも。ヤバいじゃん。褒められたい。好かれたいもん。わかる。いつも挨拶したらあおはようみたいな。うわけど、ある時から、あ、おはようって向こうから言ってくれて、え、いい、好きーみたいな。好きー。めっちゃ好きやん、そんなの。めっちゃ好き。お顔やってた。お顔やってた。向こうが朝早起きして、自分のダメなところ、いいところとか書いてたから、うちは朝起きて、もも好きって。しかも昼。朝早起きてると、昼から、もも可愛いみたいな人。死ぬ。てか最近ちょっと好きな人できて、ちょっともうこの動画内容こう負ける。好きな人できましたなのこれ。じゃあやめとくか。撮っとく撮っとく。次にだってもう50分撮ってる。50分撮ってる。じゃあまた話すね。あ、撮っておける、うん、内緒じゃ覚えてきて。内緒の話はちょっと続きます、うん、好きな人ができました編が多分そう上がりますので明日撮ろうじゃん。それはオッケーオッケー、うん、それでは以上内緒の話でした。みんなこれ再生回数は100万回目指しましょう。急にどうして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 内緒の話なのに100万人増えちゃったっていう。あ、そういうね。お家まで作りましょう。お願いします。みんなで協力してお家を作りましょう。はい、それではせーのバイバーイ。バイバーイ。せーのおやすみ。